二項道路とは、建築基準法第42条、第二項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである。みなし道路ということもある。二項道路は、42条二項道路とも呼ばれる。都市計画区域及び、準都市計画区域内にある、福音4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定したものを、建築基準法上の道路とみなす処置が取られる。 建築基準法では建物の敷地は福音4メートル以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められない。しかし古くからある規制市街地では4メートル未満の道が多いため沿道の建物がほとんど既存不適格となり建て替え不可となってしまう。二項道路は道路の中心線から水平距離2メートル交代した線を 道路の境界線とみなすことによって建て替えを認めることにした緩和規定である。二高道路に面した敷地に建築を行う場合は原則としてその中心線から2メートル交代しなければならない。例えば幅2.7メートルの道の両側に家が立ち並んでいて二高道路に指定されている場合は建て替える際に敷地境から0.65メートル交代しなければ ならないことになる。なお、交代部分は、憲兵率、容積率を算定する際、敷地面積には含められない。二項道路を含む土地取引の広告を行う場合、不動産の表示に関する公正競争規約により、広告にその旨を表示し、セットバックを要する面積が、概ね10%以上である場合は、合わせてその面積を明示しなければならない。二項道路は、 細街路あるいは、境外道路と呼ばれる。公共事業として、災害路拡幅整備事業などが行われ、交代する部分を建築士と行政で、競技の上道路に整備することができる場合がある。拡張整備された道は、沿道の通風や、最高も改善され、防災面でも良好な環境づくりに役立つ。一方で、緊急車両の小型化及び、 建材の機能向上により絶対的な必要性も失われつつある。昔ながらの路地空間を保持する障害となることもある。建築基準法の前進にあたる市街地建築物法では9尺以上の道に面していることが最低条件とされていた。1938年の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。 また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、第二次世界大戦後、建築基準法の制定当時、すでに市街化が進んでいる地域では4メートル未満の道が数多く存在する状態であった。建築基準法の制定時には、二行道路に指定することにより、中心線から2メートルの敷地の部分には建築物を建築できなくなるから、 建築物の個別更新の際に、順次、二高道路両側の建築物が交代し、いずれ4メートル幅の道が確保されると想定されていた。行政庁は、建築基準法の施行日である1950年11月23日時点で、すでに建築物が立ち並んでいる福井に4メートル未満の道を二高道路として扱っている。二高道路は、 建築基準法上の接動要件に関する想定上のみなし道路である。建築基準法そのものには4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建て替えの場合に建築物を交代させる義務はあっても、既存の垣根やブロックベートを撤去したり、道路を築造したりする義務はない。このため、結局道は広がらないままである。 建築基準法の施行から60年以上経過したが、敷地所有者が自主的にセットバックしたり、公共事業により拡幅された事例はあるにしても、現実には今なお4メートル未満の道が多数残っている。もともと狭い敷地が削られてしまうことを嫌い、建て替えでなく、改修を重ねてしのいでいる建物も多い。ただし、仲介売買や譲渡などで人の手に渡ることになる際には、 バイバイ等の成立を目指す必要上克服の必要が生じる。戦前からの木造住宅が密集したままの事例も多く自動車の通行や防災面からは課題となっている。一方、自動車が入りにくいため事故も少なく安心して通れるとして住民自身は日常生活上不自由を感じていない場合もある。 道路法上の道路に限らず、接道義務を果たすため設置された指導を含む、特定行政庁が指定した区域では3メートルとなる場合がある。特定行政庁が指定した区域では6メートル未満になる。また、自治体によっては、交代部分に区を打つよう指導している場合などもある。実際の敷地でどう取り扱われるかは、それぞれの建築指導部署に確認する必要がある。 ありがとうございます。